オンライン公開講座をご覧の皆さん、こんにちは。医療法人医誠会の奥田です。本日の講座では皆さんに大阪医誠会がん治療クリニックの施設をご紹介したいと思います。ご紹介の後にはがん治療クリニック顧問山岸先生による Q&A でよくわかるがん免疫療法をお届けするので、最後までぜひご覧くださいね。大阪医誠会がん治療クリニックは大阪の玄関口、新大阪から車で5分の場所にあります。新大阪駅は新幹線だけでなく関西国際空港や京阪神地区を結ぶ在来線の主要駅となるので、遠方からの患者さんも来院しやすいですね。大阪医誠会がん治療クリニックはがん免疫治療の専門クリニックです。がん免疫療法とは、本来患者さんの体に備わっている免疫の力、免疫細胞の活性を高めてがんを排除する治療法です。患者さんの免疫細胞を使ってがんと戦うため、辛い副作用がほとんどない体に優しい治療法として注目されています。大阪医誠会がん治療クリニックは完全予約制、完全予約制でプライバシーにも配慮されているので、患者さんは安心して通院できますね。診察室ではがん免疫療法の専門医と丁寧に時間をかけてお話しいただくことができます。治療について時間をかけて医師から説明してもらえるのは心強いですね。こんにちは。大阪医誠会がん治療クリニック顧問の山岸です。がん治療には3つの三大治療と言われている手術療法、そして抗がん剤の治療、そして放射線治療の3つがありますが、がん免疫療法はこの3つの全ての土台になる治療法であります。がん免疫療法とは、患者さんの体から免疫細胞を取り出しまして、培養によって活性化させて体の中に戻すことによってがんを排除する治療法であります。免疫細胞が最も活性化した時に患者さんに投与するタイミングが重要であります。そのためこのタイミングを最大限生かすために、このクリニックでは細胞培養室が隣に併設されております。だから診察室のすぐ隣に培養室が併設されているんですね。活性化した免疫細胞を運ぶ時間をかけることなく、最適なタイミングで患者さんに戻すことができますね。細胞培養においては多くのクリニックが外部委託しているのが実情ですが、大阪医誠会がん治療クリニックでは培養室が併設されており、クリニック内で培養することが可能です。細胞培養室では臨床培養士による培養の厳格な管理が行われています。高度な細胞培養を行う細胞培養室は、厚生労働省が定めた医薬品などの製造管理と品質管理に関する厳しい基準を満たしたクリーンルームです。大阪医誠会がん治療クリニックでがん治療に使用される免疫細胞の分離、培養、調整はここで行われます。臨床培養士は常に細胞の動向を確認していて、患者さんにとって最良の状態の細胞を最適のタイミングで体内に戻す徹底した製造管理を行っています。投与前には患者さんに投与する細胞に異物混入や菌汚染などがないか無菌検査を実施します。すべての適正基準値をクリアし、安全性の確認が取れた細胞が患者さんへ投与されます。細胞培養を徹底管理していることで、当クリニックでは最適な投与が行われ効果を上げています。臨床培養士は仕事のやりがいをこう語ります。私たち細胞を育てる者にとっての醍醐味は、患者さんにとってベストな投与タイミングを見極めることです。細胞が一気に増殖していく瞬間を臨床培養士が見極め医師へ報告、
医師より、患者さんへ最適投与日を提案いたします。免疫細胞の増殖する速度は患者さん一人一人によって異なっております。クリニックに併設された細胞培養施設があることで、培養の状態をいち早く全てのスタッフと共有して、免疫細胞が最も活性化した時に患者さんに投与するように調整をしております。また私たち医師がオンラインでの免疫療法に関する無料相談を行っていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆さんいかがでしたか？大阪衛生会がん治療クリニックがどんな施設かお分かりいただけましたか？免疫細胞の活性を高めてがんを排除するがん免疫療法を行う上で、細胞培養室がクリニック内に併設されていることが重要ということをお伝えできたかと思います。それでは第111回オンライン公開学講座希望をつなぐ第4のがん治療とは、 Q&A でよくわかるがん免疫療法を始めます。本日は患者さんやそのご家族から寄せられるがん免疫療法のよくある疑問質問を紹介しながら、大阪衛生会がん治療クリニック顧問山岸先生に分かりやすくお答えいただきます。山岸先生、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。先ほどのがん治療クリニックの紹介動画でも説明していただきましたが、がん免疫療法とは、本来患者さんの体に備わっている免疫の力、免疫細胞の活性を高めてがんを排除する治療法なんですよね。その通りなんです。患者さん自身が持っている免疫細胞を使ってがんと戦うため、辛い副作用がほとんどなく、体に優しい治療法として注目されています。がん治療というと辛い副作用があるイメージですが、免疫療法は副作用がほとんどない治療法なんですね。患者さんにとって安心して受けられる治療というのは何よりですね。患者さんの血液や体内にある免疫細胞を取り出し、培養、増殖させ、活性を高めてから再び体内に戻し、がんを排除する治療法と冒頭の動画でお話しされていましたが、患者さんの免疫細胞をどのように取り出し、再び戻すのでしょうか。はい、それでは今回は患者さんに関わる部分のみを分かりやすく説明させていただきます。当クリニックでは実施する免疫療法によって大きく3つの免疫細胞の取り出し方と戻し方があります。1つ目は樹状細胞ワクチン療法を実施する場合の免疫細胞の取り出し方ですが、まず採血となります。 160cc から 100cc の採血をいたします。培養によって活性化した免疫細胞を戻す際は皮内注射または皮下注射にします。2つ目ですが NKT 細胞療法、 NK 細胞療法、 T 細胞療法を実施する場合の免疫細胞の取り出し方も採血が原則であります。同じく60から 100cc 採血をします。免疫細胞を培養して活性化した免疫細胞を患者さんに戻すときは点滴で行います。免疫細胞の取り出し方は同じ採血ですが、実施する療法によって戻し方が注射と点滴で異なるんですね。続いて3つ目ですが、腫瘍浸潤 T リンパ球を行う、リンパ球療法を行う場合には免疫細胞の取り出し方、戻し方についてお話しします。取り出し方は採血と同時にお腹にたまった腹水と呼ばれる体液を採取いたします。最初に採取する腹水量は3リットルを目安とします。必要な時間は1ないし2時間程度です。培養活性化した細胞を体内に戻すときは
お腹の中または静脈内に注入いたします。どの療法でも患者さんにとって体に針を刺すだけで行えるがん治療ということですね。体に負担の少ない治療法であることは患者さんにとって本当に重要なことだと思います。ではこの顔免疫療法を理解する上で大切なことは何でしょうか。はい、顔免疫療法の研究は日々進んでおりますが、まだ進行したがんを免疫療法だけで完治させるには至っていません。しかし顔免疫療法は外科治療の後に低下してしまう免疫機能を元の状態に戻す期間を短くしたり、抗がん剤による化学療法や放射線治療の効果を増強するための療法であることを理解していただくことが最も大切と思います。こちらの資料をご覧ください。左のグラフは正常マウス群および免疫不全のマウス群に大腸がん細胞を移植し抗がん剤治療を行った結果を示しています。横軸は治療開始後の日数であり、縦軸は腫瘍の大きさを示します。正常マウス群はグラフに見られるように日数の経過とともに腫瘍の大きさが変わらず抗がん剤の効果が見られたことに対して、免疫不全マウス群では腫瘍が徐々に大きくなってしまい抗がん剤の効果が少なくなったと判断できます。右側のグラフは正常マウス群および免疫不全マウス群に対して乳がん細胞を移植したマウス群に放射線治療を行った結果であります。正常マウス群では腫瘍増殖を抑制したのに対して、免疫不全マウス群では放射線治療は有効ではなかったという結果であります。このように免疫力のないマウスでは抗がん剤や放射線治療が効きにくいということがわかります。本当ですね。免疫力が抗がん剤や放射線治療の効き目を左右することがこのグラフからとてもよくわかります。がんで闘病生活を送っている人の多くは化学療法や放射線治療を行っていると思うので、その治療をサポートすることができるがん免疫療法は患者さんにとって非常に必要とされていることだと思います。それでは次の質問です。がん免疫療法にできることは何でしょうか。はい、がん免疫療法には大きく2つございます。1つ目は標準治療などの相乗効果です。標準治療とは外科治療、化学療法、放射線治療のことであります。現在受けられている標準治療とがん免疫療法を組み合わせて総合的ながん治療を行うことにより治療効果をより高めていきます。がん免疫療法によって活性化した免疫細胞は標準治療で排除しきれなかったがん細胞の再発や転移を防ぐように働くと考えられます。治療の効果を高めることができるのなら本当におすすめの療法ですね。標準治療にがん免疫療法をプラスして行った症例をご紹介いただけますか。こちらはがん免疫療法の一つであります樹状細胞ワクチン療法の臨床的効果を示したものであります。左側のグラフに注目してください。これは肺がんの手術後に抗がん剤治療のみを行った分が赤線のグラフで、手術後抗がん剤に加えてがん免疫療法を併用したものが青線のグラフです。赤線と青線を比較しますと、青線グラフの5年生存率が高く、がん免疫療法を併用した群の方が明らかに手術後の経過が
良好であることが分かります。右側のグラフはがん免疫療法の有無に対する無再発生存率を示したものです。手術後抗がん剤治療にがん免疫療法を併用したものがいかに生存率を良くするかが分かります。無再発生存率とはどういう意味ですか？はい、手術を行った後抗がん剤あるいは免疫療法を行ってがんが再発することなく生活できている期間のことを無再発生存ですと話しています。外科治療、化学療法、放射線治療を行っても本当にがんを取り除くことができたのか、またいつ再発や転移が起こるかとても不安ですが、標準治療と組み合わせることでよりがん治療の効果を高めることができるのは患者さんにとってとても心強い療法ですね。はい、実際に標準治療と組み合わせてがん免疫療法を行う患者さんには多く来院していただいております。そうなんですね。それではがん免疫療法にできることの2つ目について教えてください。2つ目は外科治療、化学療法、放射線治療と併用することでがんの増殖を防ぐことができます。進行したがんでも抗がん剤などの標準治療が行えない時があります。そのような時にがんの増殖、転移を抑えるのにがん免疫療法が期待されます。例えば手術、放射線治療にがん免疫療法をプラスする、あるいは抗がん剤、放射線治療にがん免疫療法をプラスするなど3つを併用し、がんがあっても症状の進行を抑えられていれば今までと変わらない生活を送ることができます。今までと変わらない生活が送れることは患者さん全てが望んでいることだと思います。手術ができない患者さんのがんの増殖、転移を抑えることができた症例はありますか？はい、この方は治療開始時74歳の女性ですが、大腸がん多発肝転移で手術が不可能であった方であります。まず最初に樹状細胞がんワクチン療法プラス T 細胞療法プラス NK 細胞療法を行って免疫機能を上昇させた後、2週間ごとに8回抗がん剤治療を行った結果であります。上段の左側、大腸ファイバーの写真とその右側の肝臓 CT の所見ではがんが消失していることが分かると思います。下段には腫瘍マーカーである CEA の値を示しています。治療前 66.3 であったのに対して治療後は CEA 3.7 と正常になりました。この方は治療開始前余命3ヶ月と宣告されていた方ですが、7年後の現在でもお元気にしておられます。治療前余命3ヶ月と宣告されていた方が現在でも元気にされているのは本当に喜ばしいことですね。こちらの症例からも標準治療の一つである化学療法とがん免疫療法の組み合わせの効果が見て取れますね。それでは続いて、がん免疫療法ではどのようながんが対象ですかという質問です。はい、肺がん、乳がんなどほとんど全てのがんが治療の対象になります。実際に当クリニックに通院しておられる方は肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、膵臓がんなどを患っている方が多くいらっしゃいます。ほとんど全てのがんが治療の対象なんですね。対象外となるがんは何でしょうか？はい、白血病など一部のがんについて、あるだけで、あとは
どの種の癌でも適用になると考えています。それでは続いての質問に行きたいと思います。クリニックで行っているがん免疫療法について教えてください。大阪医生会がん治療クリニックで行われているがん免疫療法は、画面にありますように5つの治療を行っております。5つのがん免疫療法を実施しているんですね。山岸先生はオンライン公開学講座で何度かクリニックで行っている療法についての講座を行っていらっしゃいますよね。はい、それぞれの免疫療法については YouTube ホロニクスグループチャンネルにて動画を公開していますので、そちらをぜひご覧になってください。皆さんぜひ見てくださいね。それでは次の質問に参ります。がん免疫療法治療の流れを教えてくださいという質問です。はい、スライドをご覧いただきながら説明したいと思います。治療を開始する前に、まずはお問い合わせと無料相談の予約から取っていただくことになります。無料相談の予約はお電話または大阪医生会がん治療クリニックホームページのホームからとなります。無料相談は LINE してお話ししていただくことはもちろん、オンラインでのご相談も可能となります。当日はご覧の資料があればより詳しく説明させていただきます。無料相談があるのは患者さんにとってとっても嬉しいですね。しかもオンラインでの無料相談もできるというのは遠方の方にとってとても助かりますね。ええ、この点はご好評をいただいております。海外の方でも行っている場合があります。続いて無料相談を行います。患者さんの状態や現在行っている治療希望に合わせて医師から詳しく説明いたします。患者予約制で平均1時間ゆっくり担当医とご相談いただけます。十分な理解をいただき同意を得た上で治療を開始いたします。無料相談の後はいよいよ実際の治療開始ですか？その前に5つの感染症検査を行っていただきますので、その説明を次のページでいたします。がん免疫療法が可能になるかどうかを、次の感染症検査を行います。感染症検査の内容はエイズ、すなわち HIV、 それから白血病ウイルス、すなわち HTLV-1、 それから B 型肝炎ウイルス、 C 型肝炎ウイルス、梅毒検査の5つとなります。結果が出るまでに約1週間かかります。別の医療機関ですでに感染症の検査を受けている方はこの検査は必要ないのでしょうか？はい、その通りです。1年以内にこちらに記載している5つの項目の感染症検査を受けられた結果をお持ちいただければ、当クリニックでの検査の必要はありません。続いて採血になります。細胞培養に用いる血液を採取いたします。採取した血液から治療に必要な免疫細胞を取り出し、細胞を培養活性化させます。冒頭の施設紹介でもありました通り、当クリニックでは厚生労働省が定めた製造管理と品質管理に関する厳しい基準を満たした細胞培養室を併設しています。免疫細胞の増殖する速度は患者さん一人一人によって異なるんですよね？はい、その通りです。免疫細胞が最も活性化したベストな投与タイミングを見極めて、医師から患者さんへ最適投与日を提案いたします。クリニック内に細胞培養室が併設されているからこそできることですよね。本当にメリットが大きいなと思います。ありがとうございます。続いて品質確認検査を行います。
これは患者さんへの投与当日に行います。培養後の細胞に対して細菌心筋検査などを行い、安全性を確認の上免疫療法の治療に使用いたします。すべての適正基準をクリアし、安全性の確認が取れた細胞が患者さんへ投与されるんですね。はい、その通りです。患者さんへの投与前には医師による診察を行い、どのような細胞が存在するかを説明し、この結果を患者さんへ渡しております。体調や病状に合わせて今後の治療スケジュールを考えますので、心配な点がありましたらいつでもご相談ください。この時点でもきちんと先生とお話しできるのはいいですね。はい、心配なことや不安に思っておられることがあれば何でもお話しください。診察後、培養により増殖活性化させた細胞を患者さんに投与いたします。注射または点滴のいずれかで投与いたします。実施している療法によって投与の仕方が異なります。以上が治療の大きな流れとなります。がん免疫療法の治療の流れがとても分かりやすかったです。何より患者さんに負担のかからない療法であることがよく分かりました。ありがとうございました。それでは続いての質問です。外科治療、化学療法、放射線治療の標準治療とがん免疫療法との組み合わせについて教えてください。山岸先生、よろしくお願いいたします。それではまず一つ目の外科治療との組み合わせについてお話しさせていただきます。外科治療すなわち手術は目に見えるがんを確実に取り除けるので大変有効な治療です。しかしその反面、目に見えない細胞が周囲に拡散する可能性や身体的負担が大きいといったデメリットもあります。手術後の体力が弱っているときに免疫力が低下しやすく、その間に合併症や転移再発を招く恐れもあります。そこにがん免疫療法をプラスいたします。がん免疫療法は培養により活性化させた免疫細胞を体の中に戻すことで手術後の合併症や転移再発を予防するという効果が期待できます。外科治療に免疫療法を組み合わせた例を教えていただけますか。こちらのスライドは手術の際に行う手術麻酔による免疫抑制について、免疫抑制性 T 細胞の数すなわち T レグの数の測定結果を示したものです。免疫抑制性 T 細胞が増えると免疫力が低下し、減ると免疫力が上がると考えられます。手術の際に行う麻酔と手術によって免疫力が低下するんですか。はい、その通りです。手術侵襲および麻酔侵襲で免疫力が低下すると考えられております。青線は手術前に免疫療法を7日から10日間行った場合、赤線は手術前に免疫療法を行わなかった場合を示しております。青線の手術前に免疫療法を行った場合の方がグラフの山が低くなっていますね。そうなんです。免疫療法を受けなかった場合に比べて免疫抑制性 T 細胞は増えませんでした。つまり手術前に免疫療法を行うことで手術麻酔による免疫抑制が防止されたと考えられます。手術後の免疫力の低下を防止し、免疫力を元の状態に早く戻す効果があるということでしょうか。その通りです。術後免疫力が落ちている間に合併症を引き起こしたり転移再発の不安は外科手術を行った方誰もが抱えていることだと思います。
そういったリスクを下げ予防するという効果が期待できるのであれば、大きな手術の前に免疫療法を受けるのはおすすめですね。手術前の免疫療法として一般的に使いやすい免疫機能を上昇させる食品について少しお話しします。乳酸菌または酪酸菌を多く含む食品を摂ると免疫力アップにつながります。実は人間の免疫細胞は半分以上腸の中に生息しているため、腸内細菌の働きを高めることで免疫力を高めると考えられています。乳酸菌、酪酸菌は善玉菌に分類され、善玉菌は免疫細胞を活性化させ、ウイルスなどの病原菌から体を守る働きを持っていると言われています。腸内細菌、腸内環境を整えることは免疫力の向上につながるんですね。乳酸菌、酪酸菌を多く含む代表的な食品を教えてください。はい、乳酸菌が多く含まれている食べ物は味噌、醤油、お酢、キムチ、納豆、チーズ、ヨーグルト、乳酸飲料などです。酪酸菌が豊富に含まれている食べ物はぬか漬け、シチュー豆腐などが代表的なものであります。限定的で食事で補うことが難しいので、酪酸菌入りのサプリメントなどを摂取する方法もおすすめです。それに加えて、酪酸菌を増やすには植物性繊維のたくさん含まれた食品を摂ることが勧められています。理由は酪酸菌が食物繊維を食べることによってどんどん増殖していくと言われているからであります。手術を控えている患者さんには積極的に摂ってほしい食品ですね。がん治療、特に外科治療を行う際は免疫力を高めておくことがとても大切なことだと分かりました。それでは続いて2つ目の化学療法との組み合わせについて教えてください。それでは2つ目の化学療法との組み合わせについてお話しします。化学療法、すなわち抗がん剤による治療は全身のがん細胞を排除することが可能でありますが、がん細胞だけでなく正常な細胞も傷つけ副作用を起こしやすいという問題もあります。さらに体の中の正常な免疫細胞も弱らせてしまう可能性もあります。がん免疫療法を併用することで免疫力の低下を防ぎ、がんを排除する力を高めようとする効果が期待できます。抗がん剤によってそれぞれの働きが違いますので、免疫細胞の投与の仕方に工夫が必要でありますが、化学療法と組み合わせることによって治療の相乗効果が期待できます。化学療法と免疫療法を組み合わせることでより効果的ながん治療を行えるのであれば、ぜひ実施してほしい組み合わせですね。それでは続いて3つ目の放射線治療との組み合わせについて教えてください。3つ目の放射線治療との組み合わせについてです。放射線治療は時代とともによりがんの部分だけを狙った照射が可能になり、正常臓器への副作用がかなり軽減されてきました。しかし放射線は免疫細胞と関係のある骨髄やリンパ節に影響を与えやすく、免疫力が低下する可能性もあります。冒頭にお示しした放射線治療とがん免疫療法の組み合わせで放射線治療効果が上がったというマウス実験のデータをお示しした通り、がん免疫療法を組み合わせることによって免疫力の低下を防いだり、放射線により弱ったがん細胞や目に見えないがん細胞の広がりを抑制するといった相乗効果が期待できます。
先ほどの化学療法との組み合わせと同じく放射性治療と免疫療法を組み合わせることで治療効果を高めることができるんですね。山岸先生、標準治療である外科治療、化学療法、放射線治療と免疫療法の組み合わせの症例をご紹介いただけますか。それでは2つの症例を紹介いたします。まず1つ目は74歳女性、大腸がん症例の臨床経過を示したものです。縦軸は腫瘍マーカーの値です。下部の青の折れ線グラフを見てください。抗がん剤とがん免疫療法の一つである樹状細胞ワクチン治療および活性化 T 細胞、活性化 NK 細胞の投与を続けていたところ、ほぼ真ん中に示された通り、肝転移で腫瘍マーカーの CEA の値が 39.6 に上昇し、その肝転移を切除することで急激に腫瘍マーカーが低下しました。外科治療を行った後は一気に腫瘍マーカーの値が下がっていることがグラフから分かりますね。はい、その後再度樹状細胞ワクチン療法と活性化 T 細胞の投与を行いました。約1年後再発肝転移が発症し、その転移層に対して陽子線治療を行い、3ヶ月後に腫瘍マーカーが正常値に戻り、その後上段に示すように活性化 NK 細胞のみを継続し、その後は肝再発は見られず、現在も健在で再発は見られておりません。標準治療である外科治療、抗がん剤治療、放射線治療にがん免疫療法を組み合わせた症例ですね。治療の相乗効果が現れて、患者さんが現在も元気にされているのは何よりです。2つ目の症例を紹介いたします。こちらは67歳男性で、大腸がん、腹腔鏡で低位前方切除という手術を行い、その2年後に局所再発および肝転移を生じた方です。横軸に年月日、縦軸に腫瘍マーカーの CEA の推移を示しています。この方は腎機能障害があって、抗がん剤の投与がすることが不可能でありましたので、再発時重粒子線治療、肝転移に対しては肝部分切除と手術を行いました。腎臓が弱っている人は抗がん剤治療ができないんですね。その通りです。腎臓の悪い人に抗がん剤を投与することによって、さらに腎機能を悪くするということが起こりますので、抗がん剤を投与できないということが多くなります。ですのでこの方は外科治療と放射線治療にがん免疫療法をプラスして治療を行いました。肝部分切除の2年後再度骨盤内再発を起こし、2回目の重粒子線治療を行いました。その後両肺に肺転移を起こし、左肺は重粒子線治療を行いました。右の肺転移に対しては本人の腫瘍組織を分析するネオアンチジェン治療、すなわち樹状細胞ワクチン療法を行う目的で右肺転移を外科的切除いたしました。グラフに見られるように抗がん剤を使用せず手術、重粒子線治療、樹状細胞ワクチン療法でがんが消失した症例です。標準治療である外科治療と放射線治療に
間免疫療法をプラスすることで相乗効果が生まれることがよく分かりました。がん免疫療法については不安なことが多いと思います。一人で悩まずゆっくり納得のいくまで私たちに話してみてください。患者さんにとって最良のがん治療を一緒に検討していきたいと思っています。患者さんやそのご家族にとってとても力強いメッセージをいただけました。先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日の講座を終了いたします。皆さんご参加いただきありがとうございました。シルクセリシン配合の基礎化粧品セリサススキンをぜひお試しください。